こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから私の気になったことをピックアップして皆さんにお伝えしなきゃってことを日本びいきでお送りしていきます。最後まで見ていただけたら幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録&グッドお願いします。せっかくの連休も不安で落ち着かない。バイク用の取り付け金具を取り付けようとしたらサイズが合わないし、雨は降ってくるし、テンション下がりっぱなしのマリナです。最近ドラマ以外はテレビは見ないのですが、テレビの音楽番組は K-POP に乗っ取られているようですね。どうしてこうも誰も知らない K-POP タレントを日本の音楽番組に起用するのでしょうか。それもどれもこれも似たような顔、似たような曲調、似たような踊りだから心に残る曲が見つからないのですよ。世界的にヒットしている日本の70年から80年のシティポップや、日本独自のせめて世界的に知られているアニソン歌手や、日本のロックバンドヘビーメタルをフューチャーすれば良いのですが、それさえもしない。日本のアーティストはどう思っているのでしょうか。このままではさらに視聴率が下がるでしょうね。今回その疑問に思っている記事がありましたので掲載します。本日は日本の音楽番組 K-POP ばかりの謎、テレビ局も広告主も日本ではないです。なぜ韓流ばかり出す TBS 音楽特番に K-POP 多すぎ、批判続出、そもそも歌番組多すぎの声も。2024年7月11日フラッシュから。2024年7月13日 TBS 系列で8時間にわたり生放送される音楽の日2024、司会中居正広、 MISIA や長渕剛というビッグネームを含め参加するアーティストは総勢70組以上という豪華イベントだが、ネット上ではとある選出に疑問の声が上がる。今の音楽番組はどれも K-POPと共同運営してるみたい。K-POPも好きだけどさすがに出演者数が多すぎじゃない、海外アーティストって多くても3組くらいだと思ってた、どの曲も去年の紅白の大失敗を全く理解してない、なぜ韓流ばかり出す、そこまでして押し付けてでも韓流聞けというのか、なぜか K-POPグループ優先になってて笑えない。出演を予定している K-POP アーティストは Tomorrow&Together、 New Jeans、 他などだ。近年は日本の歌番組に K-POPのアーティストが増えています。2023年の NHK 紅白歌合戦には6組の K-POP グループが出演し物議を醸しました。7月6日に放送された The Music Day にも多くの K-POP グループが出演しましたし、今や歌番組には欠かせない存在となっているのは確かです。実際に日本でドームツアーを成功させるほどの人気があるわけですから、そうした流れは当然とも言えます。中でも HYBE という K-POPの大手芸能事務所が次のジャニーズになるのではないでしょうか。同社は今や世界的な人気を誇る BTS を輩出した事務所です。すでにテレビ各局はこぞって HYBE モードをしている状況です。昨年7月に放送された The Music Day では局穴が K-POPにある HYBE の社屋まで出向いて番組を中継したほどですからね、週刊式社。テレビ各局はこぞって HYBE モードってなんぞや。週刊誌の部数を増やすため変な噂流さないでくださいな。本当に気持ち悪いんですけど。さらに X 上では K-POP 多すぎ問題と並んで音楽番組が多すぎるという疑問の声も上がる。なんであっちもこっちも似たような時期に長時間音楽番組をやるのだ。近頃歌番組カラオケ含む多すぎじゃない、売れてないよく知らん人ばかり出てくる音楽番組が苦痛、楽曲も似たような曲ばかり。去るテレビ関係者によると確かに音楽番組は増えているという。その裏事情を語る。7月3日にはフジテレビ系の2024FNS 歌謡祭夏が、7月6日は日本テレビ系の The Music Day
そして7月13日の TBS 系音楽の日2024とテレビ局の大型音楽番組が続いています。各番組でスペシャルコラボなどの企画を打ち出して独自色を出そうと必死ですが、出演アーティストとも被っているので似たような番組と思われるのも仕方ないと思います。ぶっちゃけ歌番組ってコストパフォーマンスがいいんです。普通のバラエティ番組を何本も企画するよりも8時間で一気に音楽番組を作る方が制作的にも負担が少ないのです。また昨今のコンプライアンスでがんじがらめ状態の中、音楽番組は炎上リスクも低いですから安心できるんです。 The Music Day の世帯平均視聴率は 9.1%、 19時からのパート3 FNS 歌謡祭は 8.0% と共に2桁に届かなかった。ビデオリサーチ調べ関東地区、他の歌番組を見ても高視聴率といえる番組はなく、視聴者離れは深刻だ。だからって K-POP 歌手を登場させる意味がわからない。だったら K-POP ではなく他の国のアーティストを呼んでいただきたいですね。 K-POP では反日が国是だということで、日本の音楽への規制が未だに行われているのですよ。それなのに K-POP の曲を流すってどうなの？おかしくないですか？皆さんはどう思われますか？ラーメン屋さんに町の中華屋さん3軒行ったけど、どこも冷やし中華がピリ辛の担々風なやつばかり。なんでだ？ごまだれかす醤油系の冷やし中華が食べたいのです。ブツブツ言ってたらママが作ってくれました。ママの味がやっぱり好きなマリナでした。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんいろいろなご意見がありますよね。コメントご意見お待ちしています。伊藤マリナでした。またお会いできるのを楽しみにしています。気に入っていただけましたらチャンネル登録&グッドお願いします。チャンネル登録&グッドお願いします。メンバーシップマリナ支援もよろしくお願いします。